本目、マインツ監督ボーヘンリクセン、佐野回収を5分半熱弁で褒め続ける。マインツのボーヘンリクセン監督は佐野回収の今後に大きな期待を寄せるようだ。8日の第13節ボルフスブルク戦に向けた記者会見で、この2、3試合、マジックすら見せ始めている佐野のプレーをどう思うかと問われると、ヘリクセン監督による5分半の熱い演説が始まった。もう信じられないね。彼がドイツにやってきたのは確かに4ヶ月前のことだが、ドイツ語も英語も話せなかった。何も話せなかったんだよ。でも今は毎日どんどん良くなっていると、言語面の問題が解消されたことをコメント。さらに、チームの誰もが練習で一番相手にしたくない選手は彼だと言っている。なぜかというと彼は本当にものすごく早くその上でサッカーが上手く、良いテクニックを持ちヘディングもできるからだ。優れたブンデスリーガの選手だけではなく本当に優れたインターナショナル級のプレイヤーになるだけの能力を全て持ち合わせていると大絶賛した。全試合先発はすごいわ。マインツ監督佐野のこと好きすぎるだろ。あんな事件あったのに受け入れてくれたマインツにはしっかり結果という形で恩返しできるといいね。トップ下もできるくらい攻撃センスがある。でもヘディングと遠藤に近いデュエルで戦えるからボランチやってるイメージ。寄せもめちゃくちゃ早いしね。つまり今の日本代表の悩みの一つである遠藤の代わりは彼で間違いないということ。凄まじい活躍をしてるからこそあれは残念だったしもったいなかったな。まあ代表が全てではないし、二度と呼ばれないことが確定したわけでもないから、次のワールドカップ前までに呼ばざるを得ない選手になってほしい。佐野はいい監督、良いクラブに出会えたな。森田と遠藤を足してさらに俊敏性と推進力をグレードアップしたような選手になりつつある。ビッグクラブが放っておくわけがないでしょうね。旧時代と変わらないプレーをブンデスでもできてるのはすごいと思う。コミュニケーション面も改善されてるようで安心。最悪契約解除もあっただろうに、良いチームと良い監督に出会えた。田中もイングランドですごく評価高いし日本代表の未来は明るいな。森田遠藤の年齢を考えると藤田松木、そして佐野が台頭してこないと厳しい。ダブルハイ予選の首位通過を決めて若手主体のメンバー構成で発掘してほしい。ただの佐野回収大好きおじさんで草。5分半も褒め続けてくれるとかいい監督だね。